そろそろ始めます。もう、ロマンの話です。今回の展覧会、今村はじめとは東かがと思うので、強制規制フォレスト展なんですけど、2人の作家が、強制規制というテーマで作品を作ってます。この展覧会は、企画家、粕谷さん、キュレーションしていただいて、文章もいただいてます。なんかそれに人味を…え？あ、暑いのだから来られてるよ。あ、そうか。あ、ちょっと作家の方も、企画の粕谷さんも来られてるので紹介します。ちょっとお二人、3人。今村さんです。で今日はクロージングイベントとしてカスタマイズド GBO コンサート、ちょっとエレクトロニクスに使ってこの GBO オーケストラというバケツの作品なんですけど、それがさらに作品に寄生するという形で藤本幸雄さんのディレクションのことになっていきたいと思います。ちょっとじゃあ藤本さん、今日せっかくなんでこの作品の中にGBO のオーケストラが寄生するという形で、やるということで、バケツが吊り下げられているんですけど、問題はオーケストラと言いながらオルゴール演奏しようがないんですよ。ただ回すしかないんです。でもだからこそできることっていうのがあるなと思いまして、それで今回はですね、今から始めますけど、45分という一つ決められた時間で、やります。でもうタイマーで45分で行きますから、誰もがあと何分かで分かる状態です。で、それぞれ団員の人もそのこの時間のカウントを見ながらやるわけですけど、何をするかというと、今日持ってこられた方は自分のこのバケツのオルゴールを45分の間に一応3回回すということだけがルールとして、でその3回をいつ回すかはその本人全く任意自由で、それプラス、ドット S の2人と僕がですね、45分間の間に1回だけ何かパフォーマンスはする。それもいつどのようにするかは一切打ち合わせしてます。そういう形で始めますので、 ですから当然ですけど正面ないですから、今真ん中空いてるんですけど、全くここも好きなように、移動していただきながらどこにいてもいい感じですので、45分じっと座ってる必要はないので、自由にしてください。ということで、今から始めますけどいいですよ。